ずらがかっこいいんだけど <laughs> 今日どうしたずらそう「紅桜ね」ねをひな形にして作られた。 やべえ刀量産型のほぼほぼ体取られかけてんだよね受け入れてるけどどうすんのもとすこ元す、ね、あっもとすけない何だっけ何子だっけ洞爺子 ごめんあの山梨県民だから <laughs> ガチで間違えた洞爺湖ねではダメなんでしょう、うん、江戸が焦土になるそれを未然に防がなきゃいけないんだよね <laughs> 俺何でも落とすことつった今えー、<laughs> ごめん引きずっちゃって壺入っちゃった <laughs> とりあえず、ー、船をぶっ潰して高杉たちと戦って、えー、兄貴の横面はたいて、えー、目覚まさなきゃいけないよね連れ戻して妹のためにもでもこのままだと全然太ちち、ね、刀も調達しないでしょ通販だもんね 今回ばかりは真剣持つかな。で今神楽が捕まっていてえどこに属してるか暴れてないんだよね今んとこ。謎の雇っぽいやつが来たみたいな。でズラはわかんない。でエリザベスは新八に道開いてくれた。で銀さんは 怪我したばっか傷だらけ神楽は治ったけど貞治は来ないかなねえこの曲が怖いのよいやいっちゃうのよ この曲何銀座のテーマなのやっぱ広いあんたなの、まあ、いくつなんだっけ銀座。 正直、こういう曲好きこういう演出好き <laughs>、はい、鍛冶屋に行って待ってろお気に入りの傘ねやっぱ武器持ってないよな どういう傘なんだよ。ん,なんかタイトルがなんか終わりそうな感じするぞ。 あああ,あいやマジズラどうなったのよ妖刀って分かる前あのズラが実験体にもされてたかと思ったけどさいやいやえもしかして大丈夫ズラ飲まれたりしてない 武装放棄ね。寸法は何なのよ。寸法は商談かな。 たこっちゃないよね <laughs> いやこいつらいいキャラしてんなえだいぶ好きやで <laughs> いやでも俺も銀玉になれたなこのなんかバランスにも。 ああ神楽あ、いや、ちょうど解放されたんじゃないおお新八ようやったえああ。やっぱやばい。ぞ 腕どうなったよ、結局。高すぎを刺激するようなってね、言ってたね。 昔な方向いっちまったにゃあ生えた腕がねえマジバイオハザードウエスカーなんだけど。 どこが刀だよ。おえ、もしかしてお前、後がないのもう,おう。なんかだいぶやばそうやで、お前、立場が。 そうまだ分かってねえんだよなえああああああてずほどけようーんほんとどうなった

なんだこれ <laughs> ひ人切りにいそうなのこれもうもう原型ねえよなんだこれ <laughs> もうちょっと正統派でいてほしかったな正直 <laughs> 強さを求めるのはいいけど なんか全然渋いやん今よりあー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 ああええなにちょっとええー、ブリーチじゃねえんだからよえー、えー、えー、ええええええ 船ぶった切っちゃったよ。刀じゃない <laughs> 化け物だわ。お、ま、前、あ、それでいいのおーい新八、シンパ踏ん張れああ銀さん エリザベスかよ <laughs> そこは銀さんだろうありがとうでもえ中身はえ今日こそ本当のほ中身が。 ええずお,おずらなんでずらあかあ髪がどうなってんのいついつから今だっけかな <laughs> いけえ紅桜 <laughs> <laughs>、まね、<laughs> 1 3キロ伸びそうやな<笑><笑>ちょっと待ってくれなんかシリアスになりきれんな <laughs> えあ何暴走してる もう、抑えきれなくなっちゃったもうん今からか戦艦十隻。ってもう大体把握してんのね わかりづい <laughs> 何<そ>れい <laughs> なんだそれんおなんだおあやっぱそうだよな何かすげえのくれたよいや <laughs> ドラゴン <laughs> いやりゅ、りゅ龍かな この場合はい、龍ね。<laughs> いや、おーいた。龍の剣は男の子の心くすぐるよね <laughs>。新約旅行で買うよね <laughs>。 おあ、やっぱ分かってはいなかったおうんあ競馬で助けてもらったずら <laughs> の独断死んだふりしてたんかな いい加減ほどいてあげたらちょっと心八いや短いのもいいね<お>そんなもの お同じもので助かった昔のあー確認せず。 ズラがかっこいいんだけどちょっとどうしたズラおいいぞおっことしまえサンキュー ねえ、ずらがちゃんとかっこいいよー <laughs> えはなんでえちょっとせっかくかっこよかったのにえいやあのええいやあのえー、いやいや今ちょっとそりゃそりゃないでしょちょっといやあのそんなこと言ってる場合じゃないって本当だよ。 知らんわ落ち着けほんとにずらが正しいようん後で謝るからちゃんとうんうんうんまっとうだと思うよおう爆弾ね、うん、ちょっとちょ後ろ後ろちょええー いやしいやしそこもうな何これもう何やってんすかほんと何やってんすか <laughs> えなな誰の声あずあズラか今のは本物が来たよもうめちゃくちゃだよもうあんだこれ <laughs> もうえっとズラの見せ場期待したのにうおーおーよろしくやっちゃってください はい、感動の最下位いても立ってもいやーサンキュー慕われてるなずらいい部下持ったな <laughs> ねえここだけちゃんと熱いのに

だから、お前らはいらない <laughs>。あ <laughs>、ちゃちゃ入れるなよ。おうおう。<laughs> お二人がやる。 うん、いいんじゃないおいくらでも買ってやるよ <laughs> いや大丈夫だよおい新八頑張るねちょっと よろずやだよ。<laughs> お？頼むで銀さん。 年貢の納め時だよ。バカなもんに手出したな。おーついに、議員さんが真剣を持ったよ。うんこだけど。ちょっと議員ちょ、さん。議員さんもかっこええやん、ちょっと今回。 え、ええー、終わりかいあ次で一旦決まりそうかね ?4 は、うん、いやかっこいいじゃん俺何見てたの <laughs> 銀玉だよねと思ってたら、神楽と新八が。 ありゃないでしょうあのあのタイミングでそりゃないでしょう完全に見せ場でしたやん本当ズラはほんとかっこいいんだよねちゃんとね慕われてるしズラが高杉んとこ向かったまあ何話すのか ちょっとは過去へやがるかもしれんね。だけど、まあ、改心はしないでしょう。うラスボス級でしょう、お前は。君はもうなんかこう、いいキャラだけど、強敵って感じじゃない。たけちもね。 銀時サス紅桜二蔵高杉と桂ねマジこれ何アニメなんだよ <laughs> いや妹に頑張ってもらいたいねクライマックスんじゃあこれで決まりそうだね基本なんか長編は4話くらいになりそうだね じゃあ、とりあえず、あの、最終話、次に見たいと思います。じゃ次回、第61話、闇夜の虫は光に集うで、ね、お会いしましょう。じゃあね。